神代植物公園は都内唯一として開園した植物公園。東京都調布市にある園内には約4,800種類、10万本、株の植物が30ブロックに分かれて植えられ、梅や桜の名所としても知られる。バラ園は2009年に世界バラ会連合優秀庭園賞を受賞した。春と秋のバラフェスタ、夜のライトアップやコンサートなどのイベントが催される。 クイーンオブ、神代神代焼けノの,の原木アリストロキア、サルバドレンシスこの他にも、特設展示場や大音室において四季折々の展示会が催される。調布駅、筒子が丘駅、三鷹駅、吉祥寺駅から本園の正門、植物多様性センター近くまで直通の路線がある。本園の神代寺門、水生植物園には、 隣接する新大寺へ向かう路線を利用すると便利。JR 中央線快速、JR 中央、総武線、京王井の頭線、京王線からアクセスできる。新大寺からは、東園の新大寺門、または水生植物園まで数分。鉄道の駅は、調布駅が一番近いが、それでも所要時間35分弱は見ておいた方が良い。なお、 園内貸し出しの車椅子、ベビーカーの用意がある。ありがとうございます。